続いてエルガーの変奏曲謎。この作品の成功をきっかけに世に出ることとなったエルガー、イギリスを代表する作曲家であり、英国の交響曲の父とも言われています。今ではエルガーの第一人者であるオタカが、エルガーの素晴らしさを知るきっかけとなったのはおよそ30年前、 BBC ウェールズナショナル管弦楽団の首席指揮者としてドイツへ演奏旅行に出た時でした。英国のオーケストラがドイツ演奏旅行って言った時に、どうしてもドイツのマネージャーが、エルガーの一番やってよってなるし、で BBC ももちろん俺たちのエルガー一番聴いてほしいってなるわけですね。で その時の首席指揮者が僕だから、お前やれってなって、だから僕はとっても好きな曲じゃなかったんですよ。そして一度聴いただけであんまり面白くないなと思って、譜面も見なかった、なんかあんまり言うからしょうがないから、じゃあ勉強するよって譜面見始めたの。あれ、なかなか面白い曲じゃないか。そして実際練習した。あとオーケストラ僕が初めて知ってるから、おい、ここはこうだぜ、ここはこうだよって弾いてくれるんですよ。それがもうすごく楽しくて、あ、なかなかいい曲だと思い、で演奏旅行に行きました。それがちょうど東西ドイツが統合する時だった。演奏会どころじゃないって言って、あの結局2回かな、演奏会本当になくなっちゃったんですよ、演奏旅行の途中に。でその2回が実はエルガー一番だったんですよ。でその2回やって、で最後の演奏会がベルリンで華々しくエルガー一番で終わろうというプランだったのが、最初2回がなくなっちゃったから、オーケストラ知ってる曲だけど、僕にとっては初めてね、そうベルリンの人との前でやるっていう、もうすごいプレッシャーだったんですよ。ところがやはりプレイヤーっていうのは、その僕を助けようっていう意識と、あとエルガーに対する愛情、情熱がもう炸裂したというか、舞台の上で、シャウシュピールハウスっていうところでしたけどね、もう舞台でも式台の上でもこう後ろにのけぞるぐらいオーケストラの音がバーッてきて、でその時に本当不覚にもじゃないけど、ちょっとゴロッときたんですね。こんなにいい曲だったのって言って、それからだんだんやるようになった。だからその日がなかったら今日のエルガーもないかもしれない。エルガーの変奏曲謎は、個性豊かな友人や妻、そして自分自身が登場する音楽による肖像画です。14ある変奏曲のタイトルは友人たちのイニシャルや愛称。しかし第13変奏のアスタリスクが誰のことなのか、そしてエルガーの言う演奏されない隠された主題が何なのかは未だに謎のままです。いろんな人の意見を読んだことはまずありますけど、それは全部違うような気がして、もっといわゆる、言葉で答えが出るようなことじゃないような気がして、でも結局はこれは僕はエルガーの自己愛っていうのがすごく強くて、それと奥さんへの愛情。それとやはり友人たちとのいい関係っていうのかな、すごく友人たちを、あいつはひどい声をしていてとか、あいつはこういうことがある、あいつは犬を飼っていてとか、それがそこにやっぱりすごく愛を感じますよね、一曲一曲ね。だからそれが、なんていうのかな、例えば一曲はあのチェロコンチェルトの元になった人だったりするし、そういう一人一人に対する愛があって、結局それがエルガーにも返ってくる。だから結局愛なくしてはこの曲はなかったかなっていう気がしますね。